すいません、こんにちは、よろしくお願いします。はい、石田さんようこそ J-COM ワンダースタジオへ。いや本当に嬉しいんです。今そうですね、何回もここに来てるので、はい、はい、あの普通にプライベートで何回もここに遊びに来てるので、まさかここの液晶に自分が映るとは不思議な気分です、うん、あ、もうここも何度も来ていただいたことが、はい、あのイベントも見たことあります、ライブのイベントとか。それではその話後でじっくりとお伺いしたいと思います、はい、ザックを知ったきっかけというのは何なんでしょうか。知ったきっかけは実は LINE スタンプなんです。 LINE スタンプ、一番最初に出た無料の LINE スタンプで、はい、初めてザックの存在を知って、そこからここに、ここがあることを知り、あ、この J-COM ワンダースタジオ、はい、ザックストアがあることを知って、そしてあの CM とか何度も見させていただいて好きになりました。そうなんですね。有料スタンプももちろん買ってますありがとうございます本当にすぐ発売日にすぐ買ってますザックの魅力教えていただけますか。まあ、魅力はもう本当全部なんですけど、はい、この丸いフォルムがすごい好きで、うん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 、あとね、白くて丸いものってなんか可愛いじゃないですか。これもスタンプとかですけど、いいす、ね、あ、そうです、これもスタンプで出てます ね、 すごい可愛い、もう見てわかります、もうなんて言ったらいいんだろう、もう可愛いわかります、可愛い、このサイズ感といい、なんだろうな、あの、うん、でも一番好きなのはザックのお尻です。あ、お尻いいところに、お尻写ってるのないかな、あ、これとかお尻、そう、プリッとしてるんですよね、お尻本当に可愛いです。おすすめポイント、ザックの。この丸いフォルムがやっぱりいいということですよね。そうですね、はい、ザックに関するクイズ大会を行いたいと思います。はい、さあ、と言いましても、はい、ザックに関して詳しいハルキャンには、詳しいです。とっても簡単すぎる問題かと思いますので、あの問題見たらもう簡単すぎましたね。あ、もうお茶の子さいさいですよね、はい、お茶の子さいさいでした。そこではるきゃんにはクイズを出す側に回っていただきたいと思います、はい、任せてください。でもちょっと不安です。なんか LINE スタンプ持ってないって言ってる時点でちょっと、ちょっと不安。お、自信満々だそうですねさっきね、ザック知らないとおっしゃってた方だったんですよ、やばい、ザック知らないのに。そう、まあでも大丈夫ですよね、まあきっといけるはずですよね、うん、さあ皆さん、こちらのグッズ欲しいということなので、早速、うん、張り切ってまいります。こちらのモニターをご覧ください。ドン。さあ、お、ではハルキャンお願いします。はい、それでは第1問いきたいと思います。ザックの誕生日はということで、3択出てますけども、1番が2003年9月3日、2番が2003年3月9日で、3番が2009年3月9日ということで3択です。2003年3月9日の2番ですね。さあ正解はどうでしょうか。おー、大正解だったので。そうですね、ちなみにご存知でしたか。知ってました。あ、やっぱりそうですよね、はい、ザックの日。そうなんです、ザックサンキューということで、はい、3月9日でした。お、お、どこですか。あ、ここに書いてある、はい、お兄さんカンニングしました。本当だ、よくわかりましたね。こんなおしゃれなところに紛れ込んでたとは、ヒントが、ま、続いてまいります。2問目です、はい、お願いします。ということで第2問目はザックの種類はということで、1番もののけ、2番宇宙人、3番妖精です。1番もののけ。おー、おー、正解どうでしょうか。こちらです。すごい、かわいい、ね、小さい子も来てくださって、どっか行っちゃった。あら、恥ずかしかったかな大事に使ってね。ありがとう。いや、いやでもいいです ね、 ね、もう絶対ザック好きなんだろうなって感じしますもんね。私じゃないだろうなっていう感じがするから、すごい嬉しいです。いや、そんなことないですよいや、でもそういう人に当たってくれてもすごい嬉しいです。私はザックのグッズが、さあ
ここまで2問連続正解ということで、はい、そうですよね、なかなかいいですね、すごい、いいですね、ハイペース。お、書いてある、あれ、え、マジで、あどこ、ここです、はちょっとね、問題考えたいとね、すごいな、でも次の問題は書いてない、はいはい、お、書いてなさそうですかね、書いてないと思いますよ、さあ、ここ進化が問われるところですよ、はい、それでは問題お願いします。ということで第3問はザクの身長はということで、これかなり難しい問題かと思うんですけども、1番39ミリ、2番90ミリ、3番39メートル、ということで割と難しいかと思いますね、これは、はい、1番の39ミリ、よろしいでしょうか、はい、では正解ご覧ください、こちらです、残念、そうなんですよ、ま、今までね3月9日とか結構かけてきてたから39ミリ出るだろうなって思ってましたけど、うん、出ましたね、出ましたね、でもなんで90ミリ、あの体重が3グラムなんです、で体重が3グラム、身長が90ミリ、9センチってことで、そこでザックってなってます、もう私何も言うことございません、さすがですね、でも惜しい、言ってることはすごいわかります。